アーニー・ロンバルディはアメリカ合衆国カリフォルニア州オークランド出身のプロ野球選手。右投げ右打ち。ニックネームはシュノス。保守で首位打者を2度獲得し、強権を誇った攻撃的キャッチャー。1931年にパシフィックコーストリーグのオークランド球団からブルックリン・ロビンズに入団し、メジャーデビュー。73試合に出場するものの、 すぐに紳士なキレッツにトレードされた。1932年に打率303、11本塁打を打って打撃面での才能を発揮し始め、1935年には打率343を打ち MVP の候補に挙げられるまでになっていた。そして1938年、打率342で首位打者を獲得。 自己最高の95打点を叩き出して、リーグ最優秀選手となる。ロンバルディは、当初から非常に足の遅い選手としても知られていて、閉殺打の数が、リーグ最多となったことも通算で4度あるのだが、レッツ在籍期間の1941年までの10年間は7度も、打率3割を超えるなど、その短所を補って、あまりある活躍を見せていた。また強肩ぶりも有名で、 しゃがんだままの姿勢から、しかも横手投げで速い球を投げていたと言われる。また、MVP となった1938年には、チームメイトの投手、ジョニー・バンダー・ミーアとのバッテリーが、2試合続けての無安打試合という記録も作っている。1941年は、打撃が不振だったこともあり、レッツはロンバルディをボストン・ブレイブスにトレードする。ところがロンバルディは、 籍先のブレーブスで打率330、11本塁打と復活し自身2度目の首位打者を獲得する。2006年にジョー・マウアーが首位打者になるまで保守の首位打者は64年間も現れなかった。1943年からはニューヨーク・ジャイアンツに在籍するも出場機会は徐々に減り、1947年のシーズンを最後にジャイアンツから放出された。 引退後の1953年に自殺未遂事件を起こし、1977年にカリフォルニア州のサンタクルーズで死去。1986年にベテランズ委員会によりアメリカ野球伝道入り選手に選出された。また同年、シンシナ・ティレッツの球団伝道入りも果たしている。ありがとうございます。